こんにちは。今回は無農薬米粉の各色一斤パンになっています。材料は概要欄にも載っていますので、よかったらそちらもご覧になってみてください。前回あの横長タイプの一斤食パンだったと思うんですけど、今回は各色タイプの一斤パンになっています。ちょっとだけ分量が変わるので、よかったらこちらもあのご覧にいただければと思います。よろしくお願いいたします。白神小玉酵母をあの分量の水から取り出して酵母液を作っておきます。30から35度ぐらいのぬるめの、お湯で溶いていきます。米ゲルを作るんですが、パンに向く無農薬米粉にあの熱湯を注いで全力で入れたら、もう素早く全力で混ぜて半透明のゲル状にして灰の米ゲルを作っていきます。こんな感じであの全力で混ぜていきます。お湯はあまり多すぎてしまうと緩くなっちゃうんですけど、まあ、多少 1-2g ぐらい の前後あってもいいのかなと思っています。パンに向く無農薬米粉 330g を計量して、でそこに自然 2.5g を入れていきます。有機砂糖も入れます。ぐるぐると混ぜていきます。サイリウムも使わないので、ちょっとサイリウム控えたいなっていう方がいらっしゃったら、あのこういった食パンなんかはいいのかなと思います。酵母液を入れます。と冬は酵母液と、あとお水を入れていくんですけど、お水は冬はぬるま湯で、夏場は常温の水が あまり暖かくなりすぎないようにいいのかなと思っています。 300g あたりから様子を見て加えていただければと思うんですけど、酵母液分も取ってると思うので、そうすると大体250g ぐらいから始める感じになるのかなと思います。私は大体これくらいかなっていうお湯とかお水を用意しておいて、そこから酵母液分を抜いて、その残りのお湯でやって、あと足りないところを 5g ずつ足していくみたいな感じでやっています。 5g とか、ちょっとあとちょっと欲しいなっていう時は 2g、3g って刻むんですけど、そんな感じでやっています。ハンドミキサーの低速で混ぜていただいて、全体的にこう混ぜてもらったら、先ほど作っていただいた米ゲルと浅草製法の菜種オイルを入れ混ぜていきます。ハンドミキサーの低速で混ぜるんですけど、すいません、 5g 足して、あとなんか 2g とか足して、と 307g 今回はお水入れています。ここから酵母液分は抜いている感じです。とハンドミキサーの低速なんですけど、私クイジナートさんのハンドミキサーを使わせてもらってるんですが、と速度2ぐらいなので、低速の中のちょっと速い感じのもので混ぜています。こんな感じでふわふわな感じに仕上がるのが生地はこんな感じかなと思っています。だいたい5分ぐらい混ぜました。でゴムベラでやってみると、サラサラっとこうリボン状に落ちて、生地の上に生地が軽く乗るような感じの状態が水分量なのかなっていう感じでやっています。ちょっとこのボールで発酵するので、一回ボールについた生地を取っています。でラップをして、輪ゴムで密封をしてもらって、40度10分一次発酵、軽く発酵していきます。でその間にクッキングシートを型に敷いていきます。こんな感じで各色パンの一斤パンをやるんですけど、形をだいたい合わせてこんな感じかなっていうのでやってもらったら、オイルを塗った方がピタッとクッキングシートと型がくっつくので、オイルを塗るように最近はしています。こんな感じで入れていただくと、ちょっとペラペラってこう中の部分がしてしまうので、側面ちょっと測ってもらって、細長いのを作っていただいて、ピッチリと合わせていくような感じでやっています。こんな感じになってます。で蓋の部分もクッキングシートをセッティングするんですけど、蓋はこう蓋にもオイルを塗ってあげて、大体同じぐらいの大きさのクッキングシートをカットしていただいて、乗せていただくと貼り付くので、そんな感じでやっています。発酵が終わったら生地をゴムベラでしっかりと混ぜ合わせます。一回発酵はもうなんかプクプクしたのは壊しちゃうぐらいな気持ちで、ぐるぐると混ぜていただいちゃって大丈夫です。この工程をした方がなんかふんわり仕上がるような気がして、いつもこんな感じでやっています。型に生地を移していただいて、トントンと空気を抜いてもらったら、ラップをぴっちりと輪ゴムと
ラップを使って密封していきます。40度30分ぐらいから発酵する感じかなと思います。まあ、温かさにもよるとは思うんですけど、いつも40度30でこれがだいたい30分したところで、もう少しちょっと発酵傘が上がってほしいので、もう一回ちょっと発酵かけてみまして、今回は40度40分で発酵しました。だいたい肩の上から 1.5 から2センチぐらいの隙間がある感じかなと思います。つるんとしていて表面にあんまり穴がない感じが理想かなと思っています。クッキングセッティングした蓋をかぶせて、予熱をしていないオーブンで170度20分焼いていただいて、そのまま蓋を開けずに200度20分焼き上がった状態がこんな感じです。で、蓋とクッキングシートを外していただいて、そろーり外してもらったら、今度210度10分焼いて焼き色をつけて、これで焼き上がり完成になります。クッキングシートをそろっと剥がしていただいて、まだちょっとあったかいかなっていう粗熱が取れる前ぐらいから、もうふわふわに仕上げるためにラップをしてかぶせていきます。あったかいうちからこうラップをするので、こんな感じで結構汗をかくので、そのままにしてしまうと生地がふやけてしまって、ちょっと美味しくない感じのパンになってしまうので、そしたらばラップを交換して、汗をかいたらラップを交換してっていう感じで、すいません、しています。で、完全に冷めたらカットです。すいません、私カットが下手くそなんですけど、耳がふわふわ柔らかくて、こんな感じで仕上がってくれまして、こんな感じの柔らかい角食パンに仕上がっています。サンドイッチにしたり、ホットサンドとか、トーストとか、お好みで召し上がっていただけたらなと思います。こんな感じで仕上がっています。発酵の見極めだけをちょっと気をつけてもらうだけで、そんなに難しくなくできるかなと勝手に思っています。すいません、ご覧くださいまして今回もありがとうございます。おいしいパンになりますように。ありがとうございます。